ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。旅行映像シリーズ広島山口編、予想に反して長編シリーズとなってしまいましたが、前回予告しました通り、今回はこの錦帯橋の周辺を散策して存分に楽しむ内容にしたいと思っております。ぜひ最後までご覧ください。早速錦帯橋渡りたいと思います。意気揚々と出発して間もなく。チケットが必要みたいです。下調べを全くしなかった結果がこのありさま。すいません、今出します。それからなんやかんやありまして。券売所でチケットを購入できました。大人1枚970円。ロープウェイにも乗れます。岩国城にも登れます。券売所があるということを全く知らなかったんですけど、改めまして錦帯橋散策始めたいと思います。初めての錦帯橋は、昨日雨が降ったのでこんな感じで濡れてはいるんですけど、錦川の川のせせらぎがとてもいいですね。古い話になりますが、千葉県の養老渓谷の出世観音を思い出します。出世観音に向かうあの太鼓橋は本当にきつかったですけど、錦帯橋はそんな感じでもなさそうです。もう一台のカメラで錦川の下流の様子を映しているんですけれども、天気さえ良ければもっと良かったんだろうなと思いつつ、見ていて癒される素晴らしい景色だなと思います。もうすぐ錦帯橋の対岸に着くようです。たった今、錦帯橋を渡り終えました。こちらに券売所あるんですけど、帰りの時に入橋券を渡してるみたいです。2カ所目の券売所を経て、錦帯橋を渡らないと出会えない、岩国市の超有名店がこちらの、お食事処竹の里武蔵さん。営業開始前のお忙しい時間帯ではありましたが、撮影のお許しいただけました。武蔵さん、アイスクリームも有名なんですよね。お食事処竹の里武蔵さんでの食レポは最終盤でじっくりお見せします。引き続き最後まで本作品をご覧ください。お食事処竹の里武蔵さんのすぐ脇に銅像があります。その銅像というのは吉川博義公だそうです。吉川博義公は岩国藩第3代藩主で、錦帯橋の工事を立案した人物だといいます。後で名前を知ることになるこの亀甲公園を進んでいくと、武家屋敷の佇まいを残すこの建物は香川家長屋門景観重要建造物ということです。おはようございます。ロープウェイはこっちですか？こっち。ありがとうございます。ロープウェイ乗り場ようやく発見できました。向こう側に噴水も見えます。錦帯橋の先にこんな素晴らしい場所が広がっているとは思いもしませんでした。看板の影からすでに見えている亀甲公園の象徴である大噴水にしばらく見入ってから、何かあるなと思ってふらりと立ち入り、近づいてみると。これが初代岩国領主の吉川広家公です。吉川広家公最大の功績は、関ヶ原の戦いで西軍の大将を担い、大名家としての存続の危機を迎えた毛利家を徳川家との内通によって回避し、現在の山口県を領土として保証させ、自らは岩国藩三万石の初代藩主に甘んじたことです。つまり、毛利家の救世主とも呼べる人物なのです。吉川広家公の像に壮大な歴史のロマンを感じながら、そろそろロープウェイ乗り場見えてくると思うんですが、というかなんかいるぞ。
詳しい解説はこちらを見ていただくとして、これが本物のウミウたち、羽広げて大きさみたいなのも感じます。よくよく聞いてみると、その鳴き声は怪獣みたい。小屋の傍らにはご覧のような注意書きがあって、噛みつくこともあるし、水しびくが飛んでくることもあるそうです。いろいろと楽しませていただいて、ロープウェイ乗り場見えてきました。山頂があそこにあります。左に向けていくと岩国城です。ついに見つけました、ロープウェイ乗り場です。山麓駅の構内に入ると、階段を上がって係員の方に判券を手渡し、最初の空中散歩が始まりました。車内アナウンスを聞きながら外を見ると、素晴らしい岩国の街並みを体感でき、ものの数分で山頂駅に着きました。いや、めちゃめちゃ眺望綺麗です。皆さんに比べて荷物がヘビーすぎるんで、当日の主な携行品は43リットルのバックパック、和物の肩掛けカバン、 Vlog カメラとジンバル搭載カメラ、予備機材のハンディカム、最長180センチまで伸びる一脚、トランスミッター付きマイク。係員の方も笑っておられましたけど。山頂駅の外へ出ると、空気がいいな。見上げた先には岩国城へと至る2つのコースが掲示されていました。ここに案内がありますが、岩国城、徒歩での所要時間はおよそ8分だそうです。今回はこのルートを行ってみます。歩き始めて5分以上が経過した頃、とても興味深い史跡を目にしました。それが水の手、水を確保する場所は生命線にもなりますから、とても大事な場所だったということがよくわかります。散策を再開してさらに10分程度経った時、ついに見てください、石垣です。やっと着いた。ありました、岩国城の案内看板。いくらか感慨に浸ってから、同じように岩国城を訪れた観光客の男性と談笑を交えながら坂を上がりきると、これが旧天守台だそうです。ここにお城が建ってたんですね。こちらには休憩所がありまして、城郭案内図を見てみるとこのようになっております。ここからなんですけど、係員の方に教えていただきながら岩国の市街地を眺めることができればいいんですけど、ここが切符売り場。撮影の目的を誠心誠意お伝えしたら、割とすんなりお許しがいただけました。こんな感じで展示物が並んでまして、槍も保管されてます。十文字になった槍、あと鉄線、火縄銃、どうやら展望台に行くにはこの階段を登らなきゃいけないらしいです。ちょっと狭いな、体をちょっと斜めにしないと多分登れないぞ。あ、2階に錦帯橋の模型がありました。結構精密に作られてます。さて、いろいろ見て回りたいところではあるんですけど、武蔵さんとの約束もありますし、おお、ついに岩国城の展望台から見る岩国の街並みです。そしてこの場所から錦帯橋が見えるんですよ。これを見るために来たんです。感動の後には苦しみがつきものというのは言い過ぎでしょうか。またこの階段を降ります。
簡単ではありましたけれども、岩国城楽しかったです。岩国城に向かった時と同じコースを歩いて山頂駅に帰ってきました。その時ようやく山頂駅のすぐ近くにからくり時計ありました。よく見るとウミウいるんです。現在の時刻午前11時36分です。15分ごとなので改札口で10分間待ち、2度目の空中散歩を経て山頂駅に降りてきました。そして約15分後お食事どころ竹の里武蔵さん、なんとか入れそうなんで、あります。ちなみに食券を買う必要があるみたいです。岩国寿司と瓦そば買いました。そしてご案内していただけるお席、こちらのお座敷です。では一つ一つご紹介したいと思います。まずこちらがレンコン瓦そばです。麺が太いですよね。よく見るとお肉が入ってます。お蕎麦がもちもち、おいしい。盛り付けに瓦を使ってるっていうのは斬新。レンコン瓦そばに続きまして岩国寿司、かなり歴史がある押し寿司らしくて、一説によると合戦時の保存食に由来するそうですが、果たしてそのお味は。卵の甘さもあるし、レンコンも柔らかくて食べやすい。知っているお寿司とは全然違う新しい発見です。すべて美味しくいただきました。さて武蔵さん来たら外しちゃいけないものがもう一つ、ソフトクリーム、せめて1個ぐらいは食べて帰ります。やっぱこれでしょ。ここのずら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 って刀じゃないですけど、下もぎっちり現在200種類、この中から一つ選ばなきゃいけないということで、おすすめ何でしょうか。この日選んだソフトクリームはクレオパトラの涙。通常600円なんですが、先にお食事をしたので550円でゲットできました。なんだろう、とにかく味が濃い、そんな感じがします。お食事処竹の里武蔵さんでの締めに生ビール飲みます。うまい、これ以上の言葉ない、最高。ということでこれ以上ない思い出をたくさん作ることができました。そろそろこの旅を締めくくり、再び錦帯橋を渡ります。名残惜しさはあったものの、対岸にある停留所で路線バスに乗り、片道乗車賃300円を支払って岩国駅に戻ってきました。岩国での思い出を胸にまた次の旅が始まります。そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回配信の広島山口編第11話は、庭構成でお送りした岩国での一人旅において全く出番がなかった JR 西日本のスマートフォン用フリー切符タビワの山口セントラルパスを活用。主だった3つの特徴のうち2つを駆使し、新山口駅を経由して山口県を一気に北上。幕末のロマン息づく町萩を目指すとともに、その萩市で一泊したホテルも一緒にご紹介します。ぜひ次回の配信も楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。